中2球団の監督年俸がこちら。中2球団監督推定年俸、阪神岡田1億円、広島新井7000万、DeNA 三浦9000万、巨人阿部1億5000万、ヤクルト高津1億、中日立浪1億、オリックス中島1億、ロッテ吉井8000万、ソフトバンク小久保1億、楽天今井4000万、西武松井7000万、日本ハム新庄1億、日刊スポーツ選手名鑑。新井のコスパよ。優勝してないんやからコスト安いだけでパフォーマンスが伴ってないやんか。2位で一番安いなら伴ってるだろ。他球団は多くもらってるし。楽天低すぎやろう。楽天は元他球団だからだろ。楽天はミキデイブも低かったやろ。前任の石井はいくらやったんかな。あの GM 監督は結構もらってなかったけ。今井少なすぎてビビるわ。中島と新庄が一緒なのは草。阿部1年目なのにそんなにもらえるのか。阿部は少なくとも今井の3倍面白いことせなあかんから頑張ってるんやな。これだけの良固定給だとよほど野球に熱いないとどうでもよくなるよな。そら藤本は負けますわ。落合3億7000万円。